オスティア公ウーゼルに会うためエリートたちは西へ足を向けた。ラウスを抜け、さらに2つの領地を抜け旅を続ける。そこの一部始終はないの？そこの一部始終はトリアとオスティアの領地を分ける砦へとたどり着いた。そこまで何もなかったんかな。割愛かな、愛活かな。21章2つの絆。あ、なんだなんだ。あ、黒い牙の本拠地だ。へえ、寒そう。あ、馬だ。なんだなんだ。あ、どうしたどうした、楽しそう。ジャファル、え、ウルスラ、あー、この人ね。ロイド、誰だよ、おめえ誰だよ。ライナス、ベルト巻く位置間違ってますよ。やばい、首んところにベルト通すところあるわ。斬新斬新。全員揃ったよね。なんだ、あ、これが滋賀県か。集めたのは他でもない、始末してほしい標的がいるのよ。名はヘレ高校士エリウッド。てんてんてん、サスケ。ヘレというとリキアの領地の一つですね。そう、でもただの田舎貴族だと見くびらないことね。そうわよ、奴には仲間がいるわ。同じリキアの孔子どもが。一人一人の力はお前たちに遠く及ばないにしても、油断は死を招くわ。心しておきます。はーい。あ、この人たち、おそろっぴだ。ホモか。ロイド、ライナス、あなたたちリーダス兄弟にも動いてもらうわ。いいわね。赤と緑の兄弟ってやめた方がいいよ、訴えられるよ。一つ聞きたい。これ親父の黒い牙狩猟の命令なのか。親父なんだ。え、当然じゃないのね、え、あなた、そうですわよね。む、ああそうだ。む、ああそうだ、そうです。ほら、わかったでしょ。エリウッドを始末するのは黒い牙の狩猟ブレンダン・リーダスの意思。ブレンダンって人ね。お前たちも一員ならその忠誠を示しなさいな。それとも相手が怖くて動きたくないの、ロイド。そうにゃ、てめえ兄貴に向かって、あ、そっちが兄貴なんだ。その辺をずらしてきてるな、著作権のあれが怖くて。ライナス、分かったよ。そうにゃ、あんたに言われるまでもない。親父の下で牙の掟を果たしてきたのは俺たちだ。そいつが悪人ならためらう理由はない。牙は何者も逃がさない。そうなんだ。俺たちリーダス兄弟が牙の裁きを下す。そうなんだ。このソーニャっていう人、なんかあんまり自分の意思とかがない感じなのかと思ってた。なんか作られた感じなのかと思ってたわ。標的を見つけたら最優先で始末するのよ。ソーニャ様のご命令であれば何なりと。このウルサラさんってなんか仲間になりそうなんだけどな。命令は受けた、それを果たす。標的の名はヘレ高校生エリウッド。いい上司だな。最後にちゃんと目標を言うんだよね。必ず仕留めるのよ、黒い牙の名にかけてね。なんか楽しそうだね。結構楽しそうだわ。すごい綺麗なチャンネの元で働くの。兄上から連絡が来た、 LINE で。すでにこっちへ向かってるから俺たちは待ってるようにだとさ。ウーゼル様が直々に来られるのか。そうみたいだな。前にも話したが、今オスティア城と城下町あたりには各国の密偵がうようよいる。ゆっくり話すならこの砦の方がいいって判断だろう。そうなんだ、物騒だね。公爵ご自身が動かれる方が目立つのではないか。友お供を2名ほど連れての隠密行動は兄上の得意技だ。心配いらねえよ。さすがはヘクトルの兄さんね。行動が型破りだわ。なんか文句あんのか。いいえ、別に。お会いするのが楽しみだなって思っただけよ。そうわよ、私も。あ、ニルス大丈夫？とても辛そう。どうして、力を上げちゃったから。大丈夫、ちょっと疲れてるだけだよ。今夜一晩じっとしてればすぐに良くな。え、ニルスくん、え、どうした。いやー、ニルス、ニルス、どうした。あ、踏みつけていった。ニルス、ニルス大丈夫か。どうしたん、どうしたの。ニルス、目を開けて。ニニ、落ち着いて。あ、私、
ニニアはいつもキャパオーバーするな。産地が低いのかな。動かしてはダメ。なんで？ニニア？あ、すみません、私、その、でも今は弟を動かさないでください。だが、お願いします。ニニアの言う通りにしよう。何か考えがあるんだろう。どうか一晩このままに、それで治るはずですから。そうなんだ。じっとしてる。治るんなら別にいいけどな。冬眠でもしてるのかな。じゃあニルス動かさねえよ。他の奴らにも言っておかねえと。動かしたくなるよな。ヘクトル様すみません。いいって。こんな、今のど真ん中で倒れてたら。あ、いきなり来た。ここにヘレコを通したその仲間どもがいるのだな。なにこれ。めっちゃ面白い人来た。ユバンズ隊長。よし、ヒースよ。ヒース。お前、なんか一番キャラデザの中で好きだよ、お前のこと。お前の部隊は砦を西より攻め込むのだ。目的はエリウッドと仲間全員の命。抜かるなよ。本気ですか？ラースコは我らを切り捨てて姿を消した。ここにいる奴らとは戦う必要がないでしょう。あれ？そうなの？ラウスコーの求めに応じ、オスティアへの謀反に加わった我ら傭兵騎士団は、これ以上リキアには残れん。そんなことをしていたんだね。奴らを撃ち、その首を持ってベルンの黒い牙に合流するぞ。俺は反対です。奴らの仲間には女や子供がいた。それをどうこうするなんて。どうこうしようとしてたね。騎士の、いや、男のやることじゃないんですよ。ヘミ。ヘミだわ。ヘミなのか。よく聞け、ヒース。奴らの代わりに、ベルン逃亡兵のお前を、ベルン竜騎士団に引き渡してもいいんだぞ。そうすれば我らも聖騎士へと、士官の道が開けるかもしれん。てんてんてん。てかよく見たら弓？弓飛んでくるやつめちゃくちゃあるわ。それでいい。誰しも我が身が可愛いものだ。では仲間を呼び寄せろ。突撃するぞ。でもこの人なんか仲間になりそうな気がする。あれ？なんか上の方から来たけど。報告します。東門より敵中、砦の中に入り込まれました。何やってんだ。クソ、ユニアってこんな時に。ニルスは動かせない。侵入を防ぎながら戦おう。敵をニルスに近づけるな。あ、特定生存だ。ニルス君を近づけさせなければいいんですよ、ニルス君に。そんなん簡単よね。私のショタ力、ショタ力があればね。なんじゃ、やっと都会に戻ってきたのに。都会？都会っていうレベルかな。砦で寝かせられるとは、腰痛がひどくなったわい。ごめんな、ばあちゃん。ちょっと外でなんか子供が虐待を受けてる声がするわ、ばあちゃん。やれやれ。だったら60ゴールドもらうよ。はい。マイクに入ってないかな。大丈夫かな。子供の泣き声が聞こえる。誰かが病に倒れそう？そこからどうしてか動かすことができない。あ、それもなってるんだよ、ばあちゃん。だけど、敵はそんなこと構ってくれん。そうだよね。病人の周りで守りを固めて、敵を深追いせんことじゃな。フレイボムや光の結界で敵の侵入を防ぐのもいい。あと、新しい出会いもあるかな。空を飛ぶもので、義の精神を持つ男じゃな。リーダー格の者の話なら、耳を貸しそうじゃの。リーダー格。誰だろう。誰でもいいのかな。エリウッドか。あ、この3人か。この絶対出ていかなきゃいけない3人。あ、リンちゃんが。リンちゃんがレベルが。どうしよっかな、じゃあ。やっぱ肉壁となる人がいいよね。よし、とりあえずこれで行ってみましょう。戦闘開始。マイナス。出撃じゃい。お前、テント張る位置考えろよ。あー、そうだった。あれ？この人入ってる？メンバーに。あれ？入れてないかも。あれ？いた？そもそも。あなたがミトコンドンですね。エリウッド様から噂は金がね。私はヘレ家のコノエキシイサドラ。これより貴殿の指揮下に入ります。どうかご命令ください。え？え？つって。あ？ミニアンちゃんでしょ？ルセアさんでしょ？ん？あれ、連れてこれたのかな。連れてこれたんだよな、きっと。きっとそうなんだよね。連れてこれたのかな。あれ、いる？もしかして。
あ、いるわ。いたわ。こんなところにいたわ。なにこれ。銀の剣、ショートスピア、天使の衣。強いのかしら。ねえ、てかオスティア兵いっぱいいる。私オスティア兵とか兵も殺さない感じでやってたのに兵がいっぱいいる。ちょっとな、嫌なことしてくれるわ。マーカス、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、あー、これ、あ、そっか、まだ人が乗ってないからどこまで届くかわかんないんだ。ない。よし、マーカス無双で行こう。まあ、マーカス無双で。あ、この辺壊せるのか。ちょっと待ってよ。でも怖い。ちょっと待ってくれ。なんかそこまでね、攻め攻めじゃなくていいとは思うんだけど、そこまで攻め攻めじゃなくとも、攻めて。だって、ニルス君をさ、守るのって、うわ、HP10 しかない、この子。かわいい。弓が近づいてきたら倒さなきゃいけないだろうし、みんなもう皆殺しよ。皆殺しにするのよ。あとここに結界も貼ろう。あー、ダメだ、混雑してしまった。もうどんどん攻め攻めでいって全員皆殺しにする作戦です、今回は。どうしよっかな、ニニアンちゃんあれだけど、いいや、とりあえず様子見で。あ、そっか、ドラゴンナイトがすごい来るよね、あいつって。そうだよね。で、弓矢は多分乗るよね、もう。あー、飛んでくる。あ、壊された。あー、あー、あ、なんてことを。あ、弱い。ていうか、オスティア兵狙うんだ。あ、動く、この人たち。あ、誰？ヘクトル様、我ら一小隊及び傭兵部隊援護いたします。あ、ラスさんだ。傭兵部隊を指揮するのだ。わかった。なんで？さあ、皆の者、ヘクトル様、エリエット様、リンディ様を敵からお守りするのだ。リン、え、そうなんだ。え、話して。話せねえの、ラス。ラス隊だわ。ラス隊、ラス隊か。そう、そうだよね。ラス隊だよね。やっぱりラス隊だよね。いやー、弓矢とか、そういう人から殺していこう。そういう人間から殺していこう。マーカスなー。この人強いんかな、イサドラさん。イサドラさん、あ、ちょっと待って。あ、弓矢は届かないか。銀の剣、てか銀の剣持ってるんだもんな。ショートスピア、へえ、38か。ショートスピアの方がいいか。やってみよう、やってみようじゃない。よしよし、イサドラさんなんか強い気がする。馬の色が可愛い、水色で。あ、騎士の勲章だ。これ誰か、あれだっけ、ランクチェンジできんだっけ。あ、この人たちって壁は越えてこれないんだ。壁も越えて飛んでくるのかと思ってた。あ、じゃあここまでか。じゃあ大丈夫だな。そこまでじゃない。どうしよう。微妙。微妙い。ちょっとリンちゃん前に行ってさ、リンちゃん前に行ってラスに話しかけてこようよ。強くない？イサドラさん強いね。当たっちゃったけどね。あ、ちょっと待って。え、全然見てなかった。ちょっと待って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 、これは待って、これは待って、全然見てなかったわ。あ、あいつに盗まれちゃう。あいつに盗まれちゃう。あー、待って、あんまり下手なことはしないでほしい、本当に。あ、あー、この野郎。バカ野郎、何やってるんだ。いや、この人たち本当に、あー、まあ倒したからいいけど、いや、動かないでほしい、本当マジで。やること増える。で、敵増えるでしょう。
まずどっか行っててくんないかな。どっかに行っててほしいなみたいなみたいな感じのあれがあるよね。で、ヒースさん、話します。いやー、謎の草の擬人化。君は女なのか。そうだわよ。はっ、だからって甘く見てると痛い目に遭うわよ。かっこいい。さあ、かかってきなさい。待ってくれ、俺は戦うつもりはない。君たちの軍に、投降したいんだ。投降？私たちに降参するっていうの？どうして？女子ども傷つけたくはない。女子どもって最初見ちゃったわ。女子ども傷つけたくはない。めっちゃ女子に反感買いそう。分かったわ、私たちは軍隊じゃない。あなたを捕らえる気はないわ。戦う気がないのならどこへでも逃げればいい。でももしその気があるのなら力を貸して。奥で苦しんでる子を守りたいの。分かった、イエスマンだな。ヒース強いんけお前。ドラゴンかわいい、パクパクしてる。下克上行ける。下克上行こうぜ。オクスバスター、あ、無理だわ、殺されるわ。あ、殺されるわ、やめとこ。やめとこ。会話できないかな。会話ができるといいんですけど。あ、話せるよ、ラス。また誰かに狙われているのか。ロル家族のリン。ラス？クトラ族のラスね。久しぶり。どうしてここに？お前たちと別れた後、ここで傭兵をしていた。そうだったの。あなたは変わらないよね。すごく懐かしい。俺の手は必要か？ラスの手。ラスの手も借りたい。お前がそれを望むのであれば。好きなん？だったらお願い、力を貸して。私たち大変なことに巻き込まれているの。分かった、この騒ぎが収まったらここでの傭兵契約を終わらせよう。また後でな。ちょっとラス、できてる、できてる。できてるんですけど、ここちょっとラスなら銀の弓使えそう。うわ、光の結果持ってる。あ、勝利確定だ。勝ち確だ。勝ち確だ、勝ち確だ。あ、そっか。残り一人になったからか。攻撃できんのかな。うわー、強い。待ってよ。マーニカティ。ぶっ殺してやる。こんなにできる奴らとは。く、負けはせんぞ。戦いに生きてきた者として、負けるわけにはいかんのだ。ずしゃー。そっか、スレンドスピアもらうにはこの人倒さないとダメだもん。さようなら、おっさん。ぐ、無念。ガハー。さよなら。はーい、もらった。あ、送ろ。え、なんだ？ユバンズ隊長がやられるとは。く、撤退だ。もはやこれ以上戦う必要はないぞ。あ、こういうことができたんだ。わ、これなら緑の人たちも全員無事でやれたかもしれんな。まあいっか。あ、生きておった川が弟よ。お兄ちゃん顔傷だらけじゃないですか。長く連絡の一つもよこさぬから、もうこの世にはいないかと。明日にでも葬式を出すところだったぞ。はっはっは。悪かったよ、いろいろ忙しかったんだ。冗談だよ、冗談。レイラからの報告で大体のことは聞いておる。エリュット、エルバートとのことはわしも残念だ。すまない、何も力になれなかった。いえ、どうしようもなかったのです。それよりもネルガルのことはご存知ですか？いや、報告されたことのみだ。1年前突如として現れ、あっという間に黒い牙を掌握。そしてラウスコを抱き込み、我がオスティアの反乱を企てる。奴の狙いは一体？人流戦役でいなくなった竜をもう一度この大地に戻そうとしているのです。そんなことができるのか。はい、詳しくお話します。カクカクのしかじか。あ、ニルス君、そうだ、ミトコンが心配そうにニルス君を見ている。さすがの兄上も考え込んじまったな。何でも即断即決があの人の心情だったのに。
考える時間が無粋だなんて初めてだ。反乱騒ぎから一転して人類の危機なんだもの。目の当たりにした私たちでも信じられないくらいだわ。そうよね。でも現実なんだ。なんだこの BGM。 ああ、しかしこれからどうするんだろうな。本来なら大陸中の国々が手を結んで人類戦役のやり直しってところなんだが、肝心の竜の存在が今見えなくば、どこの国も信用しないだろうな。竜が来てからじゃきっと手遅れね。今のうちに止めるしかないんだ。それはこの危機を知る僕らにしかできない。ままならないわね。そうね。そうと決まれば兄上に報告だ。行こうぜ二人とも。ミトコン、ニニアン、二人も一緒に来てくれないか。え、ニルス君見てたいんですけど。ははひ、私もはひって言おう。はひ、お前たちだけに任せるのは本意ではないが、それ以外に策はないとちょうど考えていたところだ。武将の弟はともかく、エリウッド・リンです。ミトコン、君たちの決意は変わらないのだな。はい、覚悟はできています。私も人任せにして変化を待っているだけというのは性に合わないので、私もそうですね、この実況動画なんかあれです、麦製縛り的な感じでやってるので、なんか頑張ります。よし、あ、やばい、私の番じゃなかった、まだちょっとやばい、恥ずかしい。そして君が見とこんどのか、弟たちが世話になった。はい、君もこの者たちと共に苦難に立ち向かうことを選ぶというのか。そうですね、やっぱりまあ初めて、ほぼ初めてのファイアーエンブレムみたいなところもあるのにもかかわらず、麦製絞りでやってちゃんと実況動画にしようっていうのはなかなか苦難なんですけれども、選びますよそれを私は。そうか、ではもう何も言わん。呆れられた。できる限りの協力はする。頑張ってくれ。はい。それからその少女が先ほどの話に出てきた子か。ああ、ニニアンだ。可愛いでしょ。はじめまして、お父様。彼女も弟のニュースも不思議な力を持っているんだ。では君に聞きたい。ネルガルが今どこにいるかわかるだろうか。はい、とても遠いけれど東に気配を感じます。そうなんだ、それなんか落ち着かないね。東、次の狙いはベルンってこと？それはまずいな。ベルンは軍事大国だ。ネルガルに抱き込まれてはどうしようもない。抱き込まれては？まだ少し時があります。あの人の気はまだとても弱っています。今のうちに何か手を。ネルガル自身が抜け出すには時間がかかるってことね。でも何をすれば。どうすん、とりあえずベルンに行くしかないか。時間があるのなら行き先はミスル。ミスルってどこ？ベルンとは正反対だぜ。ナバタ砂漠に向かい助けが得られるかもしれん。どういうことですか？そこで生きた伝説に会ってくるのだ。え、生きた伝説？エリウッド好きそう、中二っぽい。あー終わった。ここで緑の人全員生きてたら何かあったのかな。まあいいよね。